本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。お久しぶりです。4月から6月あたりまでは、突然動画投稿を休む日もあると思いますので、よろしくお願いします。さて、この土日に、また色々動きがあったみたいです。特に最近では、暇な空白チャンネルの方で、怒涛の生配信が行われています。カルピスや堀口くんっぽい墓地の書き込みなどを、筆詞チェッカーから判別していく、というのはなかなか面白いですね。筆詞を読んで誰が書いたのかわかる人なんて、ほとんどいないと思います。っていうか、多分誰もそこまで見てないでしょ。私だったら墓地の書き込みを見ただけで、誰が書いたのかまではわからないかな。ただし仲井戸様の書き込みだったら、見分ける自信はありますが、最近の生配信で指摘されていたのは、バサラキック様が、実はカルピス系の大学教授ではないか、という話です。100% 確定したわけではなく、あくまで暇空茜様がそのように指摘しているだけです。先日の日本保守党の件といい、暇空茜様がついにアルミホイルを巻き始めたのか、あるいは、彼の言っていることが全て正しいのか、それは生配信を見て、皆様の方で判断していただければと思います。事実としては、5チャンネルの関連すれに、なぜかバサラキック様を持ち上げるカルピス系っぽい書き込みがなされていたことです。私はここに違和感を覚えました。カルピスといえば裏ではイサウとしているものの、表面上では堀口くんをよしよししてクソ気象全肯定をしています。なのでカルピス軍団にとってはバサラキック様は堀口くんを貶めようとする敵のはずです。それなのに持ち上げる理由がよくわからないんですよ。まあカルピス軍団が単に堀口くんのことを疎ましく思っていてイサウとしたいと思っているだけかもしれませんが、ちなみにバサラという言葉には見栄を張って派手に振る舞うこと、おごり高ぶって贅沢であること、形式常識から逸脱して、奔放で人目を引くような振る舞いをすること、また、その様やそのような行い、という意味があるそうです。もろに、堀口秀俊くんのことで刺さったんだ。つまりバサラとは、堀口くんのことであり、堀口くんをキックしたいから、バサラキック。という名前をつけたのでしょうか。そんなバレバレの名前をつける人がいるのか、と思うかもしれませんが、似たようなネーミングセンスのアカウントがあるので、もしかしたら同一人物かもしれません。いや、違うかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。バサラキック様に関しては、現状スパイかどうかはわからないものの、ちょっと怪しい感じがします。堀口くんが一切触れていないのもよくわかりませんし、もし白だったら、気の毒だと思いますけどね。ただ指摘された後の反応を見る限り、という感じがしました。あくまで意見論評です。さて、それではそろそろ、本題に入りましょうか。なんと男堀口が、ついに薩摩予告を正当化するような、意味不明な発言をし始めました。この法治国家で、武力行使による現状の変更を、いきなり肯定し始める、堀口秀俊くんです。いやお前、リーガルバトルを望んでるんちゃうんか。なんでこれから1000件以上の裁判を起こさないといけない男が、武力行使による現状の変更を、肯定しているんですか。武力じゃなくて、法廷で決着をつけろよと。ええ加減にせえよほんまお前は、秀俊。それでは、堀口くんのポストから引用します。学歴を詐称していないのに、学歴優遇、と言われ、身長をごまかしたこともないのに、身長をごまかすのをやめたら、と言われ理不尽な構図、やってもいないことを根拠のない憶測で断定され、ひたすら誹謗中傷されるなら、どうしたらよいんですかね。とても謝るべき理由が見当たりません。学歴優遇は刺さったんだ。学歴優遇は、なかなかセンスがあります。最初に言い始めた人は素晴らしいですね。プラス、いいよ来いよ点。でも、明らかにバレバレなので、優遇に失敗している気がするのですが、言うなれば、学歴優遇、かっこ失敗。の方が、より正確でしょうか。堀口くんの場合、学歴で仕事を取っているわけでもないので、別にどうでも良いんじゃないでしょうか。あくまで家庭の話をすると、堀口くんがもし学歴詐称をしていたとして、それがバレて何の問題があるのでしょうか。別に特に困ることはありません。あ、そうか。いろいろなところで学歴マウントを取りまくっていた場合、バレると困るかもしれません。もしそうなら、嘘ついて学歴マウントを取っていたのが悪いのです。さすがにそんなことはしていないと思いますが、どう考えても本人が 100% 悪いでしょ。身長についても、はっきり言ってどうでもいいのですが、過去の写真や、独特な姿勢などからして、もうお察しです。外見を揶揄するのは良くないと思いますが、ネット上であれだけ、いろいろな人に喧嘩を売って回って、ヘイトを買いまくっているのですから、多少の当てこすりは我慢するべきです。それこそ、受任限度の範囲内ですよね。あからさまに行き過ぎたものは、訴えても良いと思いますが、堀口くんの場合、散々アウトな言動を繰り返しているのに、自分に対する批判には感度3000倍で反応するので、もう周りはドン引きです。いい加減、学習せよお前は、それをやめろ言うてんねん。こっちは、いい加減、キングスタンダードは卒業してください。一体いつになったら卒業するんですか。早く、卒業、してくださいよ。訴訟で感染症としても、無根拠な憶測や断定に基づく誹謗中傷やプライバシー侵害が続き、検察に事件を送致されても反
定しないなら、もはや自分で可能な対応は存在しません。被害者が八方塞がりになって頭を抱えたら、薩摩予告。暇空茜、こと水原清輝が誹謗中傷やプライバシー侵害をやめたら済む話。どうしたんだ、堀口くん。いきなり大声出して。何言っているか、意味わからないんですけど、大丈夫ですか？完全勝訴っていうか、請求棄却でしょ。しかも地裁のファンタジー裁判官が、堀口くんが反訴していないのに、なぜか反訴している時のような、時間軸をガバガバのごちゃ混ぜにして、クソみたいな判決を出しただけです。堀口くんの初手の発言については、侮辱でアウトが取られるだろうというのが大方の予想でしたし、私もその意見は変わりません。その後の両者の発言はひどいと思いますが、それらの意見を完全無視して、地裁のファンタジー裁判官がアホみたいな判決を出したので、私は正義ですよね、とおっしゃっても、周りは、ボーン、となってしまいます。まだ判決が確定した後に言うのなら、わからなくもないのですが、暇空茜様は控訴するみたいですし、判決は確定していません。しかも、あれは初手のアウト発言に関する裁判で、他にも暇空茜様は、堀口くんに対して10件以上の裁判を起こす予定のようです。それの裁判をすべて、正々堂々と戦って、勝敗をきっちりつけた後で、もう一度同じことを言ってもらってもいいですか？まだ勝負すら始まっていないのに、自分がすでに完全勝利したと思い込んでいるようですが、それはただの妄想です。そういうのやめなさいって、私いつも言ってるでしょ、秀俊。いい加減現実を見なさい。自分に都合の良い妄想をするのはやめなさいよ。暇空茜様も散々こすりまくっていますから、堀口くんが多少言い返しても、侮辱で法的責任を問うのは難しいかもしれません。名誉毀損だとまた話が違ってきますが、なので、普通に合法的な範囲で言い返せば良いのです。どの世界に、ネットでレスバした相手に対して、薩摩予告する奴がいるんですか？ええ加減にせえよほんま。例えばもし、暇空茜様や私が薩摩予告をしたら、大炎上しますよ。堀口くんがやっても炎上しないのは、堀口くんが堀口秀俊だからです。あと、堀口くんの周りにいるカルピス軍団が、倫理観がバガバ、ゆるゆるの、終わってる人間ばかりだからです。藤野話題と一緒で、終わってる人間に囲まれてるから、感覚が麻痺しているのです。堀口くん、かわいちょ。大体、堀口くんの理論が正しいならば、プライバシー侵害や誹謗中傷の被害を受けている学習院 OB が、堀口くんに対して薩摩予告をしても許される、ということになってしまいます。自分の嫉妬すらも、他人のせいにしていくスタイル、これぞまさに多席思考です。しかしここまでハイレベルな多席思考の人は、なかなかいません。頭おかしなるで、要するにあれでしょ、暇空にこすられてくやちー。でもまともに言い返すことができない。せや、薩摩予告したろ。という発想なんじゃないですか。頼むから、そんな幼稚なことをしないでください。もう26歳なんでしょ。26にもなって、喧嘩の作法も知らないというのは、ガチで他人と関わったことがないのでは、と心配になってしまいます。根元のない噂で、タコ殴りにされ続けて1年以上が経過しました。被害を即座に食い止められる合法的かつ現実的な手段が存在せず、もはや自欲救済に頼るしかない状況なのですから、被害者が加害者を、滅多出しにしたい、と思って、一体何が悪いのかわかりません。嫌なら権利侵害をやめろ。堀口くんのあれで、タコ殴りだったら、他のインフルエンサーとかはどうなるんですか？堀口くんの100倍ぐらい、ネットで誹謗中傷されているのに、ノーダメージで生活している人は結構います。しかも、何も悪いことをしていないのに、めちゃめちゃ中傷されているインフルエンサーとかもいますからね。堀口くんの場合は、ただ自業自得で炎上しただけなので、また話が違います。堀口くんは一体、何がしたいんでしょうか？堀口くんの言うところの被害というのは、アウトな誹謗中傷ではなく、ただの意見論評ではないでしょうか？私が見る限り、堀口くんに対してアウトな誹謗中傷をしている人は、ほとんど見当たりません。自分への批判や、意見論評を許さないというのなら、北朝鮮にでも亡命することをお勧めします。堀口くんにはお似合いの国でしょう。北朝鮮は首都ですら、街灯がほとんどなくて、夜は真っ暗です。国民が飢えに苦しんでいる国で暮らして、存分に社会勉強をしてきてください。どちらかというと、いろいろなコミュニティでイサウトされて、憎まれているのは、堀口くんの方だと思いますけどね。なぜ恨みを買っている側の方が、滅多刺しにしたい、などとおっしゃっているのでしょうか。自分の立場を少しは自覚しましょう。寝言は寝てから言ってください。嫌なら権利侵害をやめろ、との一文からもわかるように、堀口くんは批判してくる人間を黙らせたいのでしょう。しかし、まともに言い返すこともできないと、なのでどうしていいかわからなくて、癇癪を起こすことしかできないのです。もう26歳なんですから、癇癪を起こす以外の問題の解決方法を自力で見つけてください。さらに、堀口くんは、もっとヤバい爆弾発言をしています。すぐに追消したそうです。私はきっとも悪くない。だから謝らない。悪くないのに謝るなら、加害者を丸してから自丸します。
こちらのポストについては、魚拓が取れなかった、という意見がありました。しかしスクショしていた人がいたようです。暇空茜様もおっしゃっていましたが、スクショを取る場合は、URL も入れておくと、裁判の証拠等として使用することができます。スクショを取るときは URL も入れる、というのが基本です。どうでもいいスクショとかは入れなくてもいいですけど、こういうあからさまにアウトを踏んでいて、いろいろなところで使えそうな発言に関しては、URL を入れてスクショを取ることをお勧めします。やはり堀口先生のレベルの違いを感じる発言です。長期間炎上している人って大体が多責思考で自分が悪いのに謝らない人が多いです。しかしここまでぶっ飛んだ発言をする人は初めて見ました。小中高でイサウトされ、学習院大学でも何かしらの迷惑行為をして、警察沙汰になりかけて完全イサウトされ、その反撃として個人情報をボロンするサイトを公開、 NYNJ でも担当者を辞ませてイサウトされ、ネスピックスでも嫌われて追放、オフ会でも実質的な出禁になっています。そしてネットでも何度も炎上し、おかしな言動をして批判されたら画面にナイフを突き刺すという人間性、ああもうめちゃくちゃだよ。整理してて頭おかしなるかと思ったわ。一つ忠告しておきますが、こういう人間を表で堂々とよしよししている人間は頭おかしい人と思われても仕方ありませんので、やめた方がいいと思います。例えば青い芽衣子様とか、あと青い芽衣子様とか、無理すんなよおばさん、あなた表に出てこない方がいい人間ですよ。もう見てられないって、きついってマジで。まず今のこの状況で堀口くんをよしよししてる時点で避難所レベルなんですよ。青い芽衣子様はこれ以上堀口くんをよしよしするのなら、堀口くんの言動を全て肯定しているとみなしますので、今後はその覚悟を持ってよしよししてください。よろしくお願いします。さて次は暇空茜様のポストからいくつか引用していきます。堀口くんさ、はったりと嘘と脅しでいつまでも好きには生きられないでしょ。嘘が暴かれそうになったら加害者の息の根を止めるしかない。犯罪しかお前には手段がないのか。ちゃんと手をついて謝れよ。嘘ついてすいませんでしたってよ。俺は許さねえけど、まあそこからだろ、お前の人生。そんな無茶を言わないであげてください。堀口くんは謝ったら死ぬ男ですよ。堀口くんに謝罪を要求するのは、今後は一生呼吸をするなと言っているのと同じようなレベルです。それができたらこんなことにはならないんだよな。まあわかってて煽ってるんだと思いますが、堀口くん今すぐ謝った方が良いんじゃないでしょうか。笑い、和解を蹴ったのに送達から逃げ回るとか、やっていることに一貫性がなくて意味がわかりません。和解を蹴ったんだったら最後まで戦えよと私はそう言いたいです。自分で戦うことを選んだのに逃げるなんて、そんな情けないことをしていて恥ずかしくないのでしょうか。ほら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 、いつまでも逃げてんじゃねえぞ。裁判で全部勝って自分が正しいことを証明してみろよ。ほら早くしろよ。このままだと青い芽衣子様がただの空気読めないクッソ恥ずかしい人みたいになっちゃうじゃないですか。これまでのさすが堀口先生の傾向で言うと、土曜、夜泣き、日曜朝、夜泣き、月曜、静か、火曜、締め切り当日、静か、水曜、関係ない人に喧嘩を売り始める、でしょ。この世の終わりみたいな生活しててささパンダ。マジで堀口くん、将来どうするかとか考えてないんでしょうか。それとも親の遺産を引き継いで一生ニート生活を送るつもりなのでしょうか。ただそれにしては計画性があまりないというか、手当たり次第に会う人会う人に手土産を渡したりとか、節約しようという意識はあまり感じられません。明日23日が締め切り当日です。果たして堀口先生はきっちりと締め切りを守るのでしょうか。いや、というか裁判官が書面を読む時間も必要なので、締め切り前日の今日になっても出ていない時点でだいぶおかしいんですけれども、裁判官が書面を読む時間のことを一切考慮していないあたりがいかにも堀口くんらしいです。相手の都合を全く考えておらず、自分のことしか考えてないのが丸わかりです。 KCL のコンファメーションオブスタディレターには住所が記載されており、マスキングを施す必要があります。またマスキングには PDF の暗号化を解除するほかありません。どうしたら満足ですかね。まさか住所を隠さずに公開するわけにはいきませんよね。 PDF のマスキングすればいいだけだろ。フォントが置き換わった偽造 PDF とマスクしただけの PDF を混同させる奇弁、そんなの通じるのお前のパパだけやぞ。他人の個人情報は散々ボロンしといて、自分の住所のボロンは絶対に阻止するの最高ですね。だいたい今住んでいない住所なら別に公開しても良いんじゃないですか。いや私だったら公開しませんが、堀口くんが開示した住所がなぜか開示後にネットに流出してるみたいですよ。やばくないですか。これは一体どういうことなんでしょうね。もう堀口くんの開示を通す裁判官は全員バカでしょ。堀口くんの代理人の生間くんが閲覧制限をかけるように時間遅らせたせいで、俺がギターで公開しちゃって閲覧制限の意味のなくなってしまった書類見て、堀口くんが裁判所で嘘ばっかりついててうんざりですかを。時間に注目。
上申書は13-25、閲覧制限来たのは14-47、堀ちゃん、文句は生馬弁護士に言いなよ顔。堀ちゃんさ、君の代理人の生馬先生が、同時に閲覧制限かけないからじゃん、鬼伝したの、受ける。裁判では、閲覧制限といって、書面の一部の情報を隠すことができます。例えば、企業の裁判とかだと、製品に関する秘密とかを、裁判の中で説明する必要があるケースもあります。そういう時に、裁判書面が誰でも閲覧できる状態だと、明らかに問題があるので、閲覧制限を申請することができます。大体は通るみたいですが、必ずしも申請が通るわけではありません。例えば堀口くんのように、裁判書面のすべてに、閲覧制限をかけようとすると、却下されるケースもあります。で、堀口くんはおそらく、KCL を定額になったという設定のところに、閲覧制限をかけるつもりだったのでしょう。定額設定を裁判で主張していることを、知られたくなかったものと思われます。通常であれば、書面の提出と同時に、閲覧制限を申請する、みたいですが、なんと生馬雄生弁護士が同時に閲覧制限をしていなかったようです。いやー、うっかりさんですね。本当に、うっかりなんでしょうか。堀口くんは、閲覧制限をかけているのに、暇空がボロンした、と大騒ぎしていますが、生馬雄生弁護士が同時に閲覧制限を申請しなかったのが、原因みたいです。だから俺が先行して公開した部分以外は隠してあげてるよ。優しいでしょ僕。なお、この件に関して堀口くんは、次のようにおっしゃっています。今回の提出書類について、閲覧制限などを申し立てています。今日14時47分に、厚見陽子弁護士も領収書をファックスで提出しています。暇空あかね、こと水原清輝が嘘をついているにすぎません。もうね、堀口くんが他人に対して、嘘をついているにすぎません。っていうだけで、ギャグなんですよそれは。もうね、堀口くんのやってきたことを考えると、どれだけ真っ当な主張をしても、ギャグにしか見えません。やめてください。これに対する、暇空あかね様の反応がこちら。俺が配信したの13時台じゃん。ごめんね堀口くん。くんの代理人が閲覧制限かけるの遅かったんだよね。それを君は1457に受領書来た、とか吠えてて受ける。アホやろお前、何が嘘だよ言ってみろ嘘つきの堀口秀俊。堀口くんが他人を嘘つき呼ばわりして、ついに一点構成か、と思いきや、このざまです。勘弁してくださいよ。生配信の時点では、閲覧制限がかかっていなかったのに、生配信をした後に受領書が来た、という意味不明な主張をしています。これが論理的な反論だよ。見本ね、堀口くんの嘘ばっかりの人生だと難しいと思うけどこういう反論してみてよ。なんだね、管理人。爆笑、楽しみに見てるよ。弁護士にちゃんと確認して、事実関係を整理してから発表しないから、こういうことになるのです。生馬雄生弁護士と、きちんと逐一連絡が取れているのでしょうか。心配です。そして、堀口くんの丸大予告に対する、暇空あかね様の反応がこちら。堀口くん、お前って本当に卑怯者だね。でもさ、俺別にお前がなんと言おうと止めるつもりないし、学習院に OB もそれは同じだよ。お前に対して最後まできっちり詰めるつもり、諦めろ。暇空あかね様も、学習院 OB も、腹をくくっているみたいです。よかったですね堀口くん。もうモニターを破壊しても無駄みたいですよ。これで新しくモニターを買う必要はありませんね。在学証明書についての考察は記事になってます。宣伝、まあこういう在学証明で遊んでたのも、生馬弁護士が閲覧制限かけ忘れてた上申書でくちゃくちゃになってるから今更って感じだよな。自称定額制堀口秀俊、お前自分で出した書類の定額制は受け入れろよ。13-24、上申書ファックス。13-29、緊急ライブ告知ポスト。13-31、緊急ライブ開始。なお閲覧制限は14-47。堀口秀俊君は自称 KCL を成りすましてろ身に覚えのないメールで定額になったから警察に拘束される前に帰国した定額中26歳拘束無職です。堀口君が KCL を定額になったとかいう、誰も信じていないガバガバ設定について、少し気になる情報があったので紹介します。はい、豚様が先日、裁判ウォッチャーの、サンソン様と、偶然裁判所の前で会ったそうです。その時に情報交換をしたようで、堀口くんに関する話もしたとのこと、当然、KCL 定額設定に関する話題も出たようです。その時にサンソン様が、堀口秀俊さんが本祖まで行くとしたら、KCL を定額になったという設定にしているのは、理解できる、という趣旨のことをおっしゃっていたみたいです。なお詳細な予想については、サンソン様から言って良い許可を取っていないとのことで、はい、豚様は生配信でおっしゃっていませんでした。そのうちサンソンチャンネルの生配信で、説明があるかもしれません。というわけで、堀口くんの KCL 定額設定については、もしかしたら今後の法的措置を有利に進めるために、セブンナイツが提案した、
という可能性も一応あります。ただ、あくまで一般論として、どう考えても嘘としか思えない設定を、裁判書面で堂々と主張するのは、いかがなものかと思います。その書面の作成に、一流弁護士が関わっているとなると、なおさら問題です。26歳自称学生のおもりというのは、一流弁護士にしか、できない仕事ですので、さて、次の話題に行きます。匿名掲示板にて、妙な書き込みがあったので、紹介します。暇空あかねもこのスレッド見ているのね。じゃあ暴露するわ。暇空あかねは、先週、警察に呼び出されて事情聴取を受けました。白筆で書面も書かされて捺印したそうです。ああ、前科者ですね。噂によると、おどおどとした態度で、惨めにも涙を浮かべていたそうです。弁護士、弁護士、と、しきりに叫んでいたと聞きました。文章がきつすぎて刺さったんだ。どういう精神状態で、こんな臭い文章を書いているのでしょうか。暇空あかね様に対する憎しみが溢れていて、この漢字、いい漢字だで、逆恨みのプロが書いてそう。こんなきっしょい文章を書けるのは、おそらく、あの人しかいません。いや、もしかしたらなりすましかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。もしこの話が本当だとして、一体何罪で警察に呼び出されたのか、気になるところです。事実陳列罪とかでしょうか。なお、この件に対して、暇空あかね様は否定しています。呼ばれてませんね。堀口くん丸々してる。でアウトワードを聞こうとしてるんだね。うんうんわかるよ。かわいそうよちよち。じゃあ、法的措置するね。呼ばれてないんかい。あれかな、この書き込みをした人は、最近警察から呼び出しを受けたことがあって、そこで何か嫌な思い出もしたのでしょうか。さらに暇空あかね様は、書面のスクショを貼り付けた上で、次のような投稿もしています。はい、2023-11-16 に、堀口が横浜の自宅から電話で裁判に出てた証拠、駅前留学の後帰国してずっと日本にいます。自称定学も嘘ですわ、みんなわかってた。堀口くんは発信者開示請求を、すべて本人訴訟で裁判所に迷惑をかけながら、自宅からの電話参加で、やってます、と言えば嘘です。オープンキャンパスの時予定明けて、一回駅前留学しただけの丸々です。嘘だろ。秀俊、信じてたのに、その辺の日本の駅前を探せば、駅前留学できるところは、たくさんあるというのに。わざわざ本当に都営して、駅前留学するなんて、堀口くんは極めてストイックなのですね。受け取ったらアウトな郵便送達から逃げるために、受け取りは死者の生熊雄生弁護士がやってるみたいですね。ずっゆーくまパンダ。ツッコミどころが多すぎる。まず、受け取ったらアウトな郵便送達、が、なかなかのパワーワードです。受け取ったらアウトな郵便送達を受ける人、なかなかいませんよ。すごいですね、堀口くん。一体何をやったら、そんなことになるんですか。堀口くん、早く受け取ってくださいよ。もう時間の問題なんですから、WBPC みたいに、無駄に留保戦術したところで、さらに恥をかくだけですよ多分。いくら留保戦術したところで、堀口くんはあまりにも魅力がありすぎるので、注目度が落ちることはありません。まさに王です。そして、生熊雄生弁護士が、この件に加担しているというのは、マジなのですか。逆転裁判のような、正義の弁護士になるんじゃなかったんですか。言ってることとやってることが、違う、もう許せるぞい。あれ、この頃ってコンセント形状で盛り上がらなかったっけか。あと、PC は日本時間にしてます、とか言ってたような、堀口は、オープンキャンパスに合わせて都営して駅前留学した以外は、日本でもしもし参加で裁判所困らせ続けてるよ。裁判所を困らせ続けている、というのが気になるところです。具体的なエピソードとかがあったら、さらに笑えるのですが、堀口秀俊という存在が、全然関係のない地方の裁判所とかでも、有名になりつつある。という話からも、大体お察しです。さて、次の話題です。アルパカ社長が、4月26日金曜日、21時から配信をするみたいです。事前の警告を、堀口くんが無視したため、おそらくタキパンに関する新たなリークが、投下されるのではないでしょうか。パンダタン、かわいちょ、最後に自前の広告が流れます。皆様は、Amazon Audible というサービスを知っていますか。プロのナレーターが朗読した本を、アプリで聞くことができる、新しい携帯のサブスクです。本を読む必要がなくて、音だけで読書できるので、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができて、オフライン再生も可能です。読む速度も 0.1 倍速単位で変更できるので、めちゃくちゃ使い勝手が良くておすすめです。私は最近ゲームをやりながら、Amazon Audible で朗読音声を流しています。ただ料金が少し高くて、月額1500円もします。高すぎると思った人もいるかもしれません。しかし Amazon Audible では、1ヶ月の無料体験を実施しています。本来は月1500円のところが無料、しかも聞き放題。というわけでぜひ一度試してみてください。もし無料期間で大会する場合は大会手続きを忘れずに、詳細はコメント欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。